名画を読み解くルーブル美術館の名品150選。作品その2。中世フランス。キリストの救いに思いを馳せ。救いに預かる儀式。ミサが行われる。祭壇を飾る布。キリストの受難と復活の 主要場面が凝縮される。中央の場面。中央天使が儀式の杯に受ける。キリストの頭上に鳥。これはペリカン。ペリカンはくちばしで胸をつつき、地で雛を養うと考えられて、 キリストの血による救いを暗示します。悪魔も登場。これは冥界の場面。この中にはキリスト教会、ユダヤ教会の暗示なども。見どころ満載。ナルボンヌの祭壇符。詳しくは講義をぜひ。 講義情報はホームページからご覧いただけます。ナルボンヌの祭壇譜名画を読み解くルーブル美術館の名品150選作品その2でした。